私は各駅停車の方がいい。お前と僕と荷物は一つ。待たせたね長い間。少し時間があるから、あの人にもう一度電話で声を聞かせておいで。大きな声でありがとうと言えばそれだけでいいから。ベルが鳴れば旅が始まる。時刻表も地図も持たずに、喜びと悲しみのレールを誰もがこうして乗り継ぎながら、それぞれにそれぞれの旅を生きている。からはそれが帰るための旅だと。それからお前が教えてくれたのは、許すこと愛すること。動き始めた列車の窓に二人の顔が映って揺れる。喜びと悲しみのレール